はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、江戸瀬ポネです。シトです。まずは僕シト君から予想を発表するね。今節少し荒れた準優勝戦、僕らもライブ配信で目の当たりにしました。その上で圧倒的だったのが原田選手と徳松選手。いやーこの2名は外せません。しかしだからこそオッズも降下するはずで、絞らずには勝てないという状況です。島村選手と桑原選手、どちらも4号艇からの2着でしたが、やや展開に恵まれた部分も否めないかなと思っています。スタートは揃うと仮定して、僕の買い目は1、3、2、4、この2点で勝負します。さあ準優勝戦のライブ配信では役に立たなかった江戸くん、頼みますよ。ここで動画の途中ですが、大村日刊スポーツからのプレゼント企画のお知らせです。今節の優勝戦予想の動画を出している出演者の各動画にキーワードが表示されます。動画内に現れるキーワードを並び替えるとある単語になります。何の単語が隠れているか分かった人は概要欄のリンクから応募してください。応募者の中からなんと抽選で3名の方に大村マイル5000マイルをプレゼントいたします。そして僕らのキーワードはし。動画見て応募するだけで5000マイルもらえるなんて、大村さん日刊スポーツさん太っ腹。ということでみんな応募どしどし待ってるぜ。表彰状 G1 開設67周年記念海の王者決定戦、徳松秀樹、あなたは令和1年12月11日第9レースにおいて2号艇にもかかわらず4号6号艇の前付けに抵抗せず、因が圧倒的有利とされるボートレース大村において5コースからまさかの大まくりを決めて見事1着を取りました。その栄誉を表彰します。ボートレース大村大臣江戸泉純一郎、よく頑張った、感動した、3000点、もうこれしか買えない。江戸くん2000円も持っていくのかい。よくまくった。